方ガタロウなんだけど、なんか山田がすっごい腹立ててるから今日はすぐ帰ってチェキだ。ピュン。腹立ってるよ。はい、どうもゲームウィズの山田でございます。僕はね、同僚に対してね、今腹を立ててるんですよ。ゲームウィズのね、ポケモン GO の動画やってますよ。で、ポケモン GO の記事をやってる奴らもいるんですよ。仲間だと思ってた、僕は。仲間だと思ってた。新しい情報が来たら全部俺に教えてくれるって思ってた。今日仕事してたんですよ、普通に編集やってて。そしたら、こんな記事書きましたって、ね、ツイッターがパーッと見て、で、あーなんか書いてない記事あったっけなーと思ってチラッと見たらね、全然知らない情報流してんの。中身見れば見るほどめっちゃ有益な情報なんですよ。ちょっと待って、これ記事出そう。はい、ここに、どっちかな、わかんない、どっちかに出します。はい、ドン。はい、これイベント限定使用ポケモンや性別など7つの新要素を紹介。はい、何これ。ポケモンの、待って、性別、はい、相棒ポケモンにベイビー、色違い、はい、ホリデー仕様、トレーナーの着替えが増える。今日僕のアンモンが動画撮ってるんですよね。その合間で他のやつとまとめて出したよ。もう二度手間じゃん。もう、まあでもとは言っても、あの記事見ないけど動画見る人っているから、うん、一応紹介します。もうちょっとこの動画撮り終わったら僕はもう記事チームにこういうことは二度とないようにというふうに僕は直談判に行こうと思ってます。とりあえず切り替えてやっていきまーす。はーはーい、切り替え大事だよ。僕も今からこれ読みながらちょっと咀嚼していきます、理解していきます。どうやら海外のサイトですねの英文を翻訳したらしいです。翻訳した記事みたいですね。記事を上からちょっと読んでいきます。確認していきましょう。イベント限定使用ポケモン性別、はい、ポケモンの性別が追加、はい、なるほど。こっちですね。うん、ポケモンの性別が追加、海外サイトによるとポケモンの性別が要素として追加されているようだ。第2世代ポケモンの中には卵からしか生まれないポケモンも存在するため、ブリード機能の実装が予想されている。そのそれぞれのポケモンですよね、オスとメスを一緒に育て屋さんに渡して卵作ってもらって、そこからの孵化で作るポケモンたちでしたもんね。うん、まあこれのその性別、確かに性別でその卵を作るっていう要素がないとやれないですもんね。まあこの性別機能の実装っていうのは、まあ内部のデータにあって、ね、将来的に実装ですよっていう、そういうことなんでしょうね。うん、なるほどね。でそうなるとでも夏気度とか必要になってくるよね。あ、それであれか、歩いた距離のシステム、歩いた距離が分かるようなシステムになったってことなのかな。じゃあ次いきますね。相棒ポケモンにベイビーと追加、あ、確認できたらしい。これもおそらく卵からしか生まれないポケモンが該当すると思われる。なるほど。ってことはその卵から生まれた、今言ったそうピチューとかピーとかブービーとか、ああいうやつらを相棒にすることができるということですね。そいつらの飴って一個上のポケモンたちの飴になるのかな。その要は進化に必要な飴もそうだし、強化に必要な飴も、ピチューを連れていたらピカチュウの飴になるのかな。その辺も気になりますね。まあその先、まあ次行ってみましょう。はい、続きまして色違いポケモンが追加。ポケモン GO には色違いが実装されると話題になっている。色違いポケモンとは通常とは色が異なるポケモンのことであり、原作だと非常にレアな存在だった。そうですね、初代の頃とで、まあ今新作とかになるとその色違いポケモンの出現率はまあ変わってはいますけど、うん、色違いポケモンか、これは厳選がはかどりますね。はい、まあいろんなポケモンの、今ポケモン GO ってそれぞれがそれぞれなんていうんですかね、バトルの要素が従来のポケモンと違うじゃないですか。だからプレイヤースキルさえあればちょっと微妙なポケモンたちでもより強いやつに太刀打ちできるというかっていう状況があるから、自分の好きな、じゃあこのポケモンがいいよって決めて、そいつの色違い用意してそれで戦うみたいな、そういうのもあるかもしれませんね。まあでも個体値が怪しいか。はい、まあまあいいでしょう。次いきます。はい、ポケモンの特別タイプホリデイ、はい、ホリデイ、うん、おそらくクリスマスから冬休みにかけて実装される仕様だと思われるが、ホリデイ休日という新しいタイプが確認された。はい、海外サイトによるとホリデータイプのポケモンはイベント仕様の見た目になっているらしい。え、クリスマス仕様、まあサンタさんとかそういうことだよね。
例えばクリスマス用のピカチュウはサンタ帽をかぶっているといった具合になるのだろうか。これ上にある画像が、まあ、そのイメージってことですよね。へー、これさどっちなんだろう。イベント期間中は全員がそのホリデーになるのか、イベント期間中だけ登場する一定確率で出るみたいな。だから普通はだ10匹ピカチュウがいたら基本的にはみんなピカチュウなんだけど、そのうち1匹はホリデー仕様の帽子かぶってるとかサンタコスとか、そういうことか。これはそうなるとさ、ホリデー仕様のやつら集めたくなっちゃうよね。あー、年末なんかワクワクするな。なるほど、はい、これはちょっと面白いかも。はい、次行ってみましょう。トレーナーの着替えが増える。お、そうなんだ、コスチューム変えられるってこと。カテゴリーで具体的な下記のものはカテゴリーで品揃えが増えると言われている。はい、ヘア、シャツ、パンツ、帽子、靴、目の色、バックパック。あ、ほぼほぼですね。まあ、全部今の形と違うやつらが実装されると。へー、なるほど。あ、これはいいかもしれないですね。より自分に寄せることができるし、より、まあ、自分に寄せなくても理想のキャラクターを作ることができると。へー、なるほど、いいですね。よし、次、ショップの項目が増える。なんかこれいまいちピンとこないんですよね。ショップに新たな項目が追加されるらしい。なるほど。ショップの新項目、ニュー、新商品、セール、セール中。お、セール、これいいじゃないですか。例えば付加装置が安い時にまとめてゴロッと買っといたりとか。あ、いいじゃんこれ。あ、これはいいわ。幸せ卵もそうですよね。安い時にまとめ買いみたいな。で、購入可能、ロック解除可能。これさ、ロック解除可能っていうのはあれなのかな、トレーナーレベルが上がらないとそもそも買うことができないアイテムが実装されるみたいな、そういうことか。第2世代ポケモンの鳴き声が追加。第2世代の鳴き声が新しくアプリ内に追加されたようだ。一方で新しい技のデータはまだ確認できないらしく、新ポケモンの実装はもう少しだけ先になるといった予想もされている。なるほど。まあそうですよね、既存の今実装されている技だけなはずないんですよ。100匹ほどポケモンが追加されるから、金銀が来ると。で、その時にその金銀からのポケモン、あ、技っていうのが使えないとやっぱ話はおかしくて。でも鳴き声が入ってる、まあ段階を経て入れていくってことか。まずは鳴き声を入れて、その次に例えばそのポケモンのグラフィックを入れて、でそのポケモンたちのステータスとか、あと技とかのデータも入れてみたいな、そういう手順に、まあ、なるんじゃないかな、うん、だと思うな。うん、なるほど。じゃあそれのスタートというか、それの第一弾として鳴き声も入ってますよみたいなことなのかな。ちょっと待ってください。ってことは、僕この動画撮る前に、新ポケモン実装の発表が12月の12日にあるよっていう動画撮ってるんですよ。それ伝説の方なんじゃね？ぽくないっすか？だからそうすると伝説たちだったらば、多分今実装されている技で賄えると思うんですよ。で、内部にデータはすでにあるっていう、で全部揃ってるんですよ。だから金銀のポケモンたちの新しいグラフィックを入れる、技を入れるっていうことよりも、多分そっちの方がハードルが低くて、伝説を出す方が、まあどういう出し方をするのかっていうものは発表されてないかなとも言えないですけど、ですし、それを伝説とか純伝説を初代のね出して、はい、もう初代のポケモンたち全部出尽くしましたよ、じゃあその後に金銀出すねっていう方が、まあスマートだし分かるしっていうルートだということが、この情報ではっきりしたかもしれないですね。まあもちろん分かんないですよ、そこは。なんか別に今僕はそういう風に筋道が立つから可能性としてはあるよねみたいな、そういうだけの話なので確定情報ではないですけど、あり得るね。あー、なるほど、面白いですね。少なくとも今年の末、年末にはもしかしたらこの辺の情報が分かるかもしれない。なんだったら12月12日に新ポケモンの発表プラス新イベント、複数の新イベントやりたいなみたいな、発表したいなみたいな、そういうことを言ってたから、そこで出てくるかもしれません。これ年内動きますね、ポケモン GO ね。うん、なるほど、面白いじゃないですか。ブリード機能とか早くやりたいな。その今やっぱりポケモン狩り尽くしてしまって、バトル、ジム戦も例えばメダルが終わったよとか、ジム戦はそもそもやる気にならないんだよねとか、でメダルは頑張ったけどメダルもやっぱり先が長いしなとか、もしくはもうコンプしちゃってやることないなみたいな人らが、まあ国内にポポポポポポポって、まあ世界的にか出てきちゃってるとこなので、そこで
イベント、結構しかも新しい見た目が変わるポケモンたちのっていうイベントやってくれるのは結構ワクワクするよね。なるほど、ということだそうです。まあちょっとまあ僕が動画の中で解説しているところには、解説っていうかちょっと追加で言ってる部分には拡大解釈のところも、まあ、含まれますので、まあ、全部が全部鵜呑みに、しないでほしいなとは思うんですけど、まあ、この記事結構面白いですね。うん、12月のポケモン GO が楽しくなりそうです。そして年明けですね、まあ、今後のアップデート内容がちょっとチラッチラッと垣間見えるような、まあ、そういった情報でございました。まあ、ゲームウィズでちゃんと記事にはしているんですけれども、これ、記事の中でも言っています、あくまで未実装な情報、内部のデータにはありますよ、でも未実装なので、将来的にそれが解放されるかしないか、もしくは解放される時に内容が改善されている場合もございます。このまま実装されるという確定の情報ではございませんので、皆様そこはご了承ください。今回の動画はこの辺で終わろうかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしかったら山田ちゃんチャンネルの登録と山のツイッターフォローをよろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。